のスポーツ一番。揺れに揺れる日本のバスケットボール界、その中心に新潟がいます。サッカーのアルビレックスも今盛り上がりを見せていますが、はい、バスケットボールの方も今重要な時期を迎えていると言えますよね。そうなんですね、うん、今日はですねバスケットボールのプロ化に関する問題なんですけれども、はい、日本のバスケットボール界は長く企業実業団が中心になって運営されてきました、はい、で世界を見据えたですねレベルアップにはプロ化は不可欠とずっと言われてきていたんですが、ただなかなかねしがらみもあってプロ化は実際にできてこなかったというのが現状です、はい、そこでちょっとまずこちらをご覧いただきたいんですが、はい、こちらはですねバスケットボール界の組織です。トップにですねこの JABA という日本バスケットボール協会組織があります。でその中にですね国内の実業団リーグを運営する JBL という組織があるんですが、そこにですね新潟アルビレックスは所属して、昨シーズンまでスーパーリーグというリーグを戦っていました。で去年の夏に新潟アルビレックスはですねこの JBL を脱退いたしまして、はい、埼玉ブロンコスというチームとともに独自でもう待ってられないと、プロ化は待ってられないということで BJ リーグという独自のプロリーグをスタートさせることを発表しました、はい、でこれで面目を失った格好のこの JABA ですね、この BJ リーグの設立を今も認めていません、はい、そして先日 JABA がですねこの BJ リーグとは別に2007年にプロリーグを発足させるというふうに発表したんですね。でもこのままいくと同じスポーツで2つのプロリーグということになりますよね。はい、うん、まさに揺れる日本のバスケットボール界、はい、新潟の進む道はこれまでの動きを追いかけました。協会内部のしがらみから一向に話が進まなかったリーグのプロ化、ついに去年8月新潟アルビレックスと埼玉ブロンコスの2チームが JBL から脱退し自分たちでプロリーグをスタートさせることを発表した。その中心は新潟アルビレックスの河内俊光ゼネラルマネージャー、日本代表監督なども経験したバスケ界有数の大物だ。まあ現状を、打破するというような、決意をですね持ちまして、脱退をですね、し、新しいですね、リーグの方に向かうと。プロ化問題を常に先送りにしてきた JABA 日本バスケットボール協会はこうした動きで尻に火がついた格好になった。もう一遍ここで考え直したらいかがでしょうかと、目標が同じですからと、こういうことを言ってるわけですから、そのご質問に対していやそれじゃもうクビだとかなんとかかんとかっていう話はこれは私からは言えない、一緒にやりましょうよと。新潟と埼玉に脱退の取りやめを促すとともに2005年3月中までにリーグのプロ化に向けた方向性を示し、それを見てから判断するよう2チームに訴えた。しかし新しいプロバスケットボールの愛称は BJ リーグ。その後も新潟アルビレックスを中心とする BJ リーグは2005年11月のプロリーグ開幕を目指し、リーグに参加する6チームを発表。さらに今年2月には選手の選抜テストを全国規模で展開。テストには実に600人以上が集まった。 BJ リーグは開幕の準備を着々と進めていた。こんなにですねたくさんバスケがしたいですね、若い、プレイヤーが来るとは実際、ちょっと不安がありました。もう自分自身ですね、間違ってなかったなというようなことがですね、今日本当、確信できました。そして先月31日、 JABA は BJ リーグとは別に独自にリーグのプロ化を進める考えを発表した。本当に日本業界10年間もたもたしてきました。これはもう申し訳ないです。だけども今回日本業界はどれをやると決めたんですよ。プロ化だけ作りゃいいってもんじゃないんですよ。日本は急激なことはできないんですよ。日本人の性格はそこを考えないといけませんよ。
これまで10年以上にわたってプロ化という話が、まあ、出ては消えという話が先ほど民谷緊張からもありましたが、なぜ今回はプロ化に行けるのかというところをもう一回改めてちょっと伺いたいと思います。ちょっと自慢していいですか。今回は我々が一生懸命頑張ったというふうにご理解いただきたいと思いますね。本当にやりましたから。しかしリーグの運営団体や参加チーム、スポンサーなど具体的な点のほとんどが未定。呼びかけ先も現在のスーパーリーグを戦っている企業が中心で、プロと呼べるリーグが実現するかどうかは不透明だ。で、最低8チームの参加を前提としますとありますけれども、これは8チームが集まるということをもう確信されているのでしょうか。先ほども私申しましたように、どのチームもまだ手を挙げておりません。とにかく我々はバスケットやってるんですから、向こうがサッカーでこっちがバレーってことじゃないんですからね。当然ご一緒にできる方法をこれからですねお話し合いをさせていきたいと、させていただきたいというふうに思ってます。 JAVA の発表を受け、 BJ リーグは方針自体はどのように評価されるのか。多分皆さんと同じ評価だと思いますので、やはりこういう内容だったのかなというような、気持ちで今います。ただ本当にですね、プロリーグを、立ち上げるというようなことをですね、日本バスケットボール協会がですね決断してくれたということは、非常にバスケットをやっていたですね私としては非常に嬉しいという気持ちでいっぱいですね。会見当日の夜、東京で行われたスーパーリーグのオールスター戦、会場のファンも今のリーグの状況に戸惑いを感じているようだ。結局 JBL ではね、ずっとこう伸ばし伸ばしでそれができなかったんで、ね、川内さんとかそういう判断をしたと思うんですけど、なんか、日本リーグの JBL の方で多分7年にプロ化するとかなんかニュースがなったんですけど、それで、一緒になってくれればいいのかなとは思うんですけど。一方、選手はプロ化の方向を歓迎しながら、よりバスケットボールがメジャーなスポーツになるよう期待も覗かせている。こうやって活性化することによって、世間の注目を浴びて、それでやっぱりリーグ自体とか、日本のバスケットボールが強くなるってことはすごくいいことだと思いますし、どっちも多分目標としてるところは一緒だと思うんですよ。だからその辺で、うまくっていうか、なっていただければいいなって思ってます。岐路に立つ日本のバスケットボール界、BJリーグの、そして新潟アルビレックスの進む道が大きな鍵を握っている。はい、本当に今後の展開がですねまた気になるところなんですけれども、はい、新潟と埼玉の、2チームのリーグの脱退、JBL の脱退等に関しては、今月13日の理事会で改めて JAVA 日本バスケットボール協会のですね判断が下されるということです。そして一方、その BJ リーグですが、今日東京でリーグの運営方法や試合日程などを発表しています。今日の会見で BJ リーグは資本金4億円でリーグの運営会社を株式会社化したと発表しました。また試合日程も公表され、開幕日は11月の5日、新潟アルビレックスは東京アパッチと有明コロシアムで対戦をすることが発表されております。はい、準備に向けて BJ リーグは着々とこう準備を進めているという状況ですね。これからの展開にも目が離せませんね、はい、以上スポーツ一番、須山アナウンサーでした。